どうもクーニンです。本日はクーニンの実戦復帰動画となります。クーニンはですね、今年の2月に TFC 損傷をね、この TFC 部分をですね痛めてしまいまして、戦列をですね離れていたんですけれども、久しぶりに試合に出ました。MRI で見るとですね、ガングリオン、骨内ガングリオンっていうのがね、ちょっとできてたんですけども、それはもう治って、TFCC 部分にちょっと亀裂がね、まだある状態なんですけれども、TFCC ってなんか完治が難しいらしくて、なんかその、手術したところで、やっぱりまたなんか鳴るみたいなんですよ。まあそういうこともあって、だったらまあ痛みと付き合っていく感じの方がいいのかなと思って、今回ね、試合出てみると。でね、まあ、先に言わせてもらうと、まあ、この動画を撮ってるのもですね、試合後なんですけども、まあ、悲惨なことになりました。まあ、まずね、映像をご覧ください。ということでですね、クーニンはですね、チャンスの場面でね、後ろに繋ごうと、まあ、進塁打を打ったわけですけども、その1スイングで、まあ、超激痛でした。まあ、実はですね、この試合の、まあ、3日ぐらい前かな、バッティング練習するためにね、バッティングセンター行ったんですけども、フルスイングは無理ですけども、一応こう、前に飛ばす、センター前ヒットを打つぐらいのね、軽打はね、できたんですよ。まあ、ちょっとね、こうやっぱガーンって打つと、こうガンガン響いてはいたんですけど、まあ、次の日あたりになるとそのジンジンになってたのもまあ治ってたんで、まあ、そういう感じに痛みと付き合っていきながら、まあ、振っていこうかなというふうに考えて、まあ、試合に臨んだんですけども、やっぱ実戦って違いますね。バッティングセンターみたいに一定のリズムで同じ球同じコースに投げるわけじゃないですから、たとえ軽い進塁だといえどめちゃくちゃ痛いと、もうなんかね、あ、こんなに痛いの久しぶりだわっていうぐらい、それこそ本当 TFCC になった時よりも痛いぐらいのね、激痛やったんですよ。え、こんな痛いんや、進塁打でと。これじゃあ、例えば本当にもう、仕留めに行って、ホームラン打つつもりのスイングしたら、ここどうなってまうんかなと思って。まあ、とてもじゃないですけども、まあ、このね、手術しない状態で野球はもう無理だと。それのスイング無理。ということで、クーニンはね、前回は手術せずに痛みと付き合っていきながら試合に出ていこうかなということを言ってたんですけども、前言撤回で手術します。じゃないとね、もう無理。となりましたね。やっぱ打席終わってベンチ帰ってくる時にもうね、パーンとね、脳内にやっぱり、手術ってね、頭がね、よぎったんで、そのぐらい状態やばい。今現状的にはあれですよね、ガングリオンは治ったけど、ね、TFCC 部の亀裂が痛みの邪魔してる感じですよねっていうふうに僕は思ってるので、そしたら一、はい、回手の先生たちに見てもらえますか。いや、もう手術をしたいんですけどね。ああ、そうか、もう無理かなと思って。そしたらどうしようかしら。どこがいいですか。まあ、僕が今すぐにこの人っていうのだと、板橋医師会病院ってちょっと高島平の方にあるんですけど、はい、あそこにいる長尾先生は
まあ、一緒にずっとやってていいと思うんですけど、じゃあちょっと相談しながらやりましょうね。はい、はい、ということで、まあ、手術しようと思うんですけども、最初にね動画で紹介した横浜南共済病院はね、あの肩と肘の専門家の先生が多い病院ということで、やっぱり手首ってなってくるとやっぱり別の方がいいんじゃないかっていうことを言われまして、それでちょっと他で板橋の方にある病院に行こうかなと思っております。西武ライオンズの選手もねかなり見ているというね方だそうですので、ちょっとそこにね、行って相談して手術をしてリハビリをして戻っていきたいと思います。なんでね、また当面はですね監督専任でクーリンズを率いていくんですけれども、引き続き皆さん応援よろしくお願いします。はい、ということでね、本当長いですね TOCC、 もう2月からずっとねちゃんと野球できてなくて、すごくストレスも溜まってるんですけども、まあそのストレスをですね完全にですねプロスピにぶつけております。まあ、今ですね僕リアタイがですね勝率がね5割8分ぐらいありまして、まあ、すごくね調子はいいんですよ。まあ、本当にですね野球がねちゃんとプレーできない中、結構ストレス溜まってるんですけども、そのストレスをねしっかりとね発散するあのアイテムゲームを作ってくださっておりますコナミさん、本当に感謝いたします。またそんなコナミさんがねやっています野球振興を兼ねたですね企画パパスピの方にもクーリンは出演しておりますので、皆さんそちらの方もチャンネルぜひご覧ください。それでは今日の動画は以上です。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける、玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なし命かけた分、フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。